閲覧注意、マジでヤバいドキュメンタリー映画第1位ゆきゆきて進軍、第二次世界大戦の真相を暴く過激なアナーキスト奥崎健三を追ったドキュメンタリー。終戦後23日経ってから敵前逃亡の罪で2人の兵士が処刑されたことを知った奥崎健三はその遺族らと共に真相究明に乗り出す。奥崎健三の必要な追及により元兵士の一人が驚くべきことを口にします。これはなんとラストというとんでもない結末に行き着きます。今見ても僕はトラウマです。衝撃のラスト P の部分はコメント欄に書いておきました。僕をフォローすると一番上に出てくるよ。忘れないようにいいねと保存をお勧めします。あなたの知っているマジヤバなドキュメンタリーは何ですか？コメント欄で教えてね。だからこそ